ジョジョの奇妙な冒険アイズオブヘブンは12月17日に発売されるプレイステーション4とプレイステーション3で遊ぶことができるジョジョの最新ゲームだ。各部から主要キャラクターが多数参戦し、自由にコンビを組んで戦える。ジョジョならではの様々な能力が立体的なステージで再現され、奇想天外なバトルを繰り広げる。ジョジョたちの新たな冒険が今幕を開ける。面白い漫画というものはどうすれば描けるか知ってるかね。相手を本にして記憶を読んだり、内容を書き換えて操ることができるスタンド、ヘブンズドアを持つ岸辺露伴。露伴のバトルスタイルはスタンド使い。本にした相手の能力をヘブンズドアで封印し、安全に戦うといいぜ。それ最高だぞ。スタイルアクションはセーフティーロック。宙に描いた絵がヒットすると敵の攻撃を封印することができる。スタイルボタン R1 を長押しすることで描き出す絵が大きくなり、効果も強くなるぜ。ヘブンズドアの攻撃は相手の様々な技を封印する。相手にダメージを与えつつ行動をどんどん制限していく、トリッキーな能力を生かした戦いが魅力だぜ。封印技の効果を長くする貴様程度の姿に、この露伴が舐められてたまるかを使って効率よく敵を追い詰めていくんだ。スペシャルコスチュームを紹介するぜ。仲間と繰り出すグアルヒートアタックで強烈な一撃を決めるんだ。僕は以前から君のことが嫌いだ。仕方ねえ。作品のためならどんな苦労も厭わない漫画家岸辺露伴。彼を待ち受ける奇妙な運命とは。もちろんだとも。こんな面白い現象を見逃すわけにはいかない。バンダイナムコ。